はい、順次です。ではアイワナビーザーコープ、続きをやっていきましょう。もう前回まででこのステージ 1,2,3 すべて、隠しアイテムとボス撃破してますから、今回はそうあのきらめくそう、ね、多分 N だと思うんですけども、これを取ってウィーン、おお、あれプレス T、 待って T 押すと、あ戻んのか、もう一回押すと、あちっちゃくなるか、なるほどね。これで、ステージ1の可愛いね。またちょっと歩き方が独特に、おなんかあれジャンプがちょっと違うね。なんかジャンプが手上げてる、うん、可愛いね、うん、でこれでステージ1のあのちっちゃい隙間に入っていくということですから、行きましょうか。ほい帰ってきたぞ。ではここに、まあ、あの1画面見てるんですけども、来たマリオかーいというね、うん、看板読めないね。にしてもこの再現率すごいですよね。ちょっと左は、あ左行けないか、あそれでか、マリオのジャンプみたいになってんのかこれ、そういうこと、おお、あこれはバインとはなんないのか、すごい。このね細かいとこですけど、このブロックがねぶつかった瞬間膨れるこのエフェクトも、うん、凝ってますよね、うん、あこれアレンジバージョンね。よしちょっと探索しつつ行こう。いいね、楽しいね。おアイワナテイストかい。でこれはまたコイン取ってけ系か、これそんな、あーそんな気するな、これぽいね。あここいい、てて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 て、てここの BGM いいよね。うわうわ、そこそこ難しいじゃないの。よし、うーんそれどうしようかな、反対側から取り行く、あまたどうしよう、これ一回取ったのって覚えてんのかな、あしまった、どうなんでしょう。おお覚えてくれてる、スーパー親切設計、むっちゃ嬉しい。これであれば、だったらさ上の取り行こうか、あれあ待って上の取り行って、まだったらってなんか変な話だけど、よしほいほい、あしまった。スーパーマリオはですね、もうあのファミコン時代から私やってまして、とは言っても、スーパーファミコンまでですかね、64から私も一切あのこのマリオのアクション系のねゲームはやったことが、まあ、アクション系以外でもあんまりないですけどもなくて、うん、本当にスーパーファミコンまでですかね私の中のマリオは。 だいぶ古いんですけどね。あう、よしそしたら上取りか、上のコインちゃん取りって、よよし、ててててて、いいメロディーだねここで、一気に取っちゃう、もうデスってもいいように取っちゃう。でとりあえず中段上を取り切ったら、この素敵な BGM を堪能しながらね上から攻めていく。そうマリオはいつだって上から攻めんだよ、そうでしょ。でもってよよ、あまた1個取り逃した、まあいっか、 OK、 そしたら1段下がる、あしまった、だ、まあ、マリオといえばやっぱり下から攻めるだと思うので下から攻めていきましょう。こっからね、こっからコインを取っていく。で全部取るとこの右のゲートが開くんだと思うんですよ。よそうね、危な、これタイミング難しいね。この黒パックンちゃんね、原作マリオですと結構猛威を振るっていて、私も苦手なパックンちゃんでしたね。うん、まあ皆さんもそうだとは思うんですけども、よし取れた、 OK、 これでこれでいい、あとは帰るだけ、あー帰るだけよ、まあ、帰るというか進むのみ、行きましょう。まあ、このバスターは相変わらずって感じだけど、よしね、ダメージを与えられないけども、これなんか開こうか、だいぶ忘れてる。でコイン取って、こっちも取って、上から行くか、上ルートから攻めるかな。うわこれむずいね、1回でいけるね。で待ってね、こうやって、あしまった、どうしよう、どうやっていこうかな。ここはワンジャンプバインでいいでしょ、ここなんだよ問題は。あ来た、こうだか、でワンジャンプバインで、バインで頭打ち、よし入れないねこの土管、上も上いける、多分ないと思うね、ないとは思いつつも一応調べに来た私、よしほい、あないね、戻りましょう。うん、でこのステージの難易度自体はそんなに難しくはないですね。うん、まあ難しい箇所もあるでしょうけども、なんかこう懐かしさが勝って、うん、しまってこう、うん、あんまり気にならないですね難しさっていうのがね。よでジャンプ、よし、まあ、とりあえずいっか、ここで一回バインジャンプの、うん、これも2段、よしぐわっと回って2段、あしまった、意外と落下早い、ワンジャンプぐわっと回ってワンジャンプ、危ねえ、ワンジャンプ、よしよし来た、取れた、あ待った、これ上は、まあ入れないでしょうね、来
た。うわー、なんかもうトゲトゲゾーンだねこれ完全な。よっ、ここはコイン、あ、コインはないのか。あ、しまった。あー、コインはないけどまたあのギミックちゃん出てきたね。よっ、待ってね、ほい、慎重に行けばそんなに、あ、難しいもんでもないと思ったけど、ここまではいいでしょう。なんかね、そ、結構難しいな、ここ。ここが、あ、来た。うん、本当に隙間を縫ってく感じでいいかなとは思うんだけど、あ、しまった。よし、オッケー。で、ここは隙間を縫ってく、危ねえ。隙間を縫ってくイメージ。あ、危ない。ちょっと早すぎたな、ジャンプ。まあ、いっか。ほ。で、乗る。で、ほ。よし、来た。コツが分かってきたぞ。とりあえずあそこまで行こう。ちっちゃいジャンプだから、待ってね。待ってね。で、次。そう。行き方のコツが余った。で、それ取ったらぐわっと回って、ああそういうことね。だいぶ感覚分かってきたな。でもなんかその青いの取ったとめっちゃ焦りそうな気がするんですよね。何秒確保できるか。まあ、それにもよるけど、よっ、よし、どう？5秒。5秒。5秒って。どう？あ、いけるいけるいける。よしよし。とりあえずここまで来れれば。これってどうしよう。頭ぶつけるか。それか、いや、ぶつけなきゃダメだよね、これ。よっ。あ、しまった。うわ、もう、やりたいことができなかった。ここね、めっちゃ難しいです。もう15分ぐらいやってるんですけど、全然超えらんない。ほ、よし、来た。これはいけるでしょ。よし、来た。よし、もう久々に来たぞ、これ。もうミスんなよ。これでも、ワンジャン、やっぱそこでさ、頭打ちジャンプしないとダメだよね。よっ、あ、くそ、もうまたやり直し。ここはまあいいんだよね。こっから先が全然いけない。どんだけやってんのここ。ほ、ここは帰りができないんだよ。ほ、来た。よし、これはもうミスらない。よし、来た、やっと来た。3回目。もうミスんなよこれ、本当に。もうまたとないチャンス、いくよ。ほ、よし、来た。よしよしよし、あとは一緒。待って、やっぱりバウンドしてからだよね。バウンドしては、うんと、着地。よし、いくよ。こう、よし。あー、オッケー。来た来た来た、やっと新しいとこ来た。あ、またバウンド。まあ、いっか。んで、これは、あー、これ倒せる？倒せない。としたら、あ、ブロック壊せんのかな。あ、待って待って、これに取っちゃうから、あー、間で落としてけってことか。多分そうだね、これよ。まあ、とりあえず多分乗りながらでしょうね。乗りながら落としてくんだと思う。行きましょう。よ、そこ。うわ、むず。これでまずとりあえずブロック開いて、待ってよ、一回最初あっちまで行っちゃうか。もう一つ、いやー、そんなことはないか。これ避けながら、下崩してコインを取っていく。それむずいね。まあいいや、とりあえず、あ、待って、あ、待って、むずいな。とりあえずは避けて端っこまで一回行っちゃいますか。うん、これはいいとして、とりあえず避けよう。避けて、あぶね、こっちまで行って、こっちのスイッチも押そう。あー、2個出るか。やっぱそんな感じだよね、2個出ないと。まあ2個出ないとってわけじゃないけど、多少やりづらいところあるもんね。でもこれどうやって行くの？あーあー、そういうことか。これ壊した判定残らないか。そうか、じゃあ1個ずつやっていくしかないですね。まず前半からいっか。これさ、置いておくと、あー、なるほど、真下か。じゃあそこで着地で落として壊す、それでいくか。そうしよう。で、一回戻って一回コイン取ろう。そうしよう。ここ。よっ。よっ。あー、ダメだ。欲しい。こいつすり抜けるから、もうちょいだな。もう一マス。一マスじゃないわ。ちょっと今、半歩ずれてた感じ。ここ。これでいいでしょ。よし、OK。で、とりあえず取り行く。あ、っていうかさ、あ、ダメか。あー、そうか。ここで、武器が変わっちゃうのか。うまくできてるね、もう。次はあそこだけど、戻れないよね、もう。あそこね、あそこ。よしよしよし、分かった、行きます。一回通り過ぎる。半分クリアすれば。あ、しまった、意識しすぎた。あ、分かった、
いつもデスポイントがだいたい決まってて、真ん中のあのマインスイーパーみたいなあそこでやられてるんですけど、あれさ、あの細かい隙間に入るんじゃなくて、わかったわかった、ちょっと見ててください。これさ、まあ、とりあえず置くでしょ。ここでこう乗る。あ、いいね、これにしよう。まああの結局取れてないですけど、まあしょうがないね。よし、重なるからやっぱ下で取るか。どうしようかな。よっ、とりあえず1個ここで1個。ああいいねいいね、2個あるからいいね、すごい素敵。そして1回取り行く、1回コインちゃんを取ると。あとは真ん中だけだね。どっちか1個壊せばいけるから、分かった、あそこで取ろう。行くよ、待ってね、ここ。あ、またもう分かりました、このリフトの仕組み。こいつね、あのボタンを押したらよっ、あのできるとかいう仕組みじゃなくて、もう元々できてて、ただ見えてないだけっていうか。よし、来た、オッケー、できたできたできた。うん、そういう状態なんで、最速でやろうとするともう本当にね、あの初動を早くしないといけないですね。オッケーオッケーオッケー、これであとは帰るだけか。行きましょう、帰り道、帰り道じゃないわ、行き道か。ほっ、危な、行け、よしよしよし、さて来た。うわお、いっぱいあるね、またすごいね。